現在千光寺公園内にあります尾道市立美術館では秋の特別展ニューランドスカップ種子スライマンが開催されています。ということで今回はアーティストの種子スライマンさんと、はい、よろしくお願いします。種子さんの尾道での活動を10年にわたりサポートしましたエアー尾道代表の小野珠樹さん、はい、お願いします。そしておなじみです尾道市立美術館学芸員の梅林真嗣さんにお話を伺います。皆さん改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。では初めに制作についてお尋ねしていきます。お願いします。種子さんは東南アジアを代表する作家のお一人ということだったんですが、はい、小野さんはその種子さんをこう制作サポートされてらっしゃるということで、はい、こうどんなきっかけでこう制作するようになられたんですか。ですね、まあ、エア尾道という団体を、まあ、2007年から始めておりまして、まあ、国内外の、まあ、美術作家さんを呼んで、まあ、尾道の空き家とか、まあ、廃墟とかで、まあ、滞在制作してもらうという試みなんですけれども、まあ、それで2013年に昔ですね、実はすごく前に1回サポートしたことがあってですね、種子さんで尾道のこの山手のコンディションと、まあ、作品とか考え方ってすごく合うんじゃないかなって、なんか勘が働いてですね、それで呼んだというのが、まあ、2013年だったんですけども、まあ、でもまさかこんなにこう長く続いてくるとは当時は、ね、考えてなかったですね。そして実はこれ後ろご覧ください。小野さん説明していただけますか。はい、今どうでしょうかね。普段であれば尾道市立美術館の前って、まあ、ガラスとコンクリートの建物が見えていると思います。まあ、そこに斜面地からですね持ってきた松屋アパートという建物の、まあ、外壁一回取り壊されたものをですねもう一回同じ大きさでここで、再構築して、形作られたものになっています。ね、中もね気になるところですけれども、はい、大まかにどんな作品がこう展示されてあるのか聞いてもいいですか。はい、ですね、まあ、趣旨がもともと制作を始めたのが山手にある一棟のもともと八百屋だった廃墟、今私たちはそこをシドラハウスって呼んでるんですけども、まあ、そこから出てきた、まあ、本当に細かい釘の一本から、まあ、大きな材料から、まあ、全てを、まあ、こちらの方に持ち込んでですねいろいろな作品空間的な作品として展開している形になっています。はい、この部屋がですねアーカイブルームになっています。先ほど申しましたシドラハウスから出てきましたいろいろな小さな部品や生活用品などすべて保管されています。ものにはですね、まあ、小さなタグなんかもついていまして実は一つ一つを、まあ、考古学的な手法で調査したものになっています。さらにですねこの部屋を構成しているこういった柱であったりとか、まあ、階段棚などもすべて山手の廃屋から出てきた材料によって構成されています。で実際にここは登ることもできます。まあ、こんな感じでちょっと迷路的な楽しみもあるんですけどいろいろな隙間にですね、まあ、所狭しとさまざまな細かいものがすべて捨てられずに並んでいる形になっています。それでは次に行ってみましょう。さあここからは梅林さんに解説をしていただきます。はい、種子さんの探求はプロジェクトを行っている尾道の斜面地に立つ元八百屋の廃墟、現在のシドラハウスの家主であった村田瀬郎さんを介し縄文文化や地域の文化的土壌海の民などへ多様に広がっていきました。この展示室ではその多層的ネットワークをご紹介しています。こちらの縄文人骨は京都大学からこの度特別にお借りした人骨になります。約5000年前の尾道市の太田貝塚で発掘された人骨になります。で97年前にですね村田呉服店で保管してたものがその後京都大学の保管となりまして本当約100年ぶりにこの尾道に帰ってきた人骨になります。
さあ、素敵な作品ありがとうございました。はい、ね、最後は尾道の景色が一望できるこのロビーにやってきましたが、たくさん椅子が並べられてるんですよね。これ何かイメージされたものがありますか？What is your image of this room? This is the first room that when I first came to this museum, I think this room is the first very impactful kind of room through the visuals. So I was walking up from the Kaidang, and then when you go up and you see this horizontal of beautiful islands and landscape, I think it's really mark the understanding of how beautiful Onomichi. Yes. たくさんの方にも今回の展示を楽しんでいただきたいと思います。最後に朱子さん、メッセージお願いできますか？ Okay, please, message. Message to the people. Yes.I am very privileged for this past 10 years to be part of Onomichi landscape. Landscape meaning the people, the history, and also the emotion and the relationship. For me, I think Onomichi has been very kind to my career this past 10 years, to my family,and also to me as a person. So my message to Onomichi people for this show, for this exhibition, that thank you so much for this very beautiful experience for this past 10 years. So this particular show, it's about the celebration of a very diverse knowledge and also perspective of humankindexperience in their own landscape. So I think my message to the audience that please come here to see this show with your own experience in life. Don't think what I think, because this particular exhibition is about working together with Onomichi people and Onomichi landscape. It's not about me as Susi Sulaiman, butSushi Sulaiman as Onomichi landscape. はい、もうぜひね、一緒に尾道の街を楽しみながら、そして Sushi さんが見た尾道もぜひ展示で楽しんでください。今日どうもありがとうございました。 Thank you so much. Thank you. Thank you for having me here.